大月番系、大月番系、大月番系、今日は元年五月十五日、千八百一年六月二十五日、明治十一年、千1 8 7八年六月十三日、名は、清高、江戸時代後期から幕末にかけて活躍した漢学者、文章家としても名高い。仙台藩の藩校、養賢道学等であった番系は、幕末期の仙台藩論客として、 奥越列藩同盟の結成に走り、母親戦争後は、戦犯として、近親遊兵された。父は、蘭学者の大月玄拓。子に、大月助伝と、大月文彦、国語学者で、玄界編者がいる。親戚に、養剣道の学徒、大月平泉がいる。1801年、今日は元年6月25日。 江戸小引町の幕臣、浦上市の邸内で生まれる。父、大月玄拓は、彼を六番目の次男であったことから六次郎と名付けた。三歳の頃、母がマシンで母子しているが、後後咲いた穂の手で育てられた。1816年、文化十三年、玄服して平次郎と称する。この頃、父、玄拓とその乱学仲間、桂川補修が雑談中。 蘭学を盛んにするために、玄卓が訳した蘭語、オランダ語を当時の学術用語である漢文体の文章に翻訳させるため、番系を漢学者として育てようと話し合ったというエピソードがある。実際に番系は漢学者としての道をたどることになる。また、父、玄卓の医学の師匠、竹部誠安に後継ぎがなく、玄卓に バンケイを養子に欲しいと頼んだことがある。玄卓はこの話をするため息子を呼んだところ、バンケイは堅くなにこれを拒んだ。師匠家の頼みであるため、玄卓は説得を続けたがバンケイは結局折れず、後に玄卓は、あれはなかなか見どころがあると嬉しなきしたという。バンケイの本格的な学問修行は、1816年、16歳の頃ロ昌平坂学問賞。 小平校で大学頭を務める林十歳の林屋に入門したことから始まる。ここで番系は皇帝の火災院勢から文章を松崎高堂から計画を学んだ。火西は父の玄卓と婚儀でもあった。翌1817年17歳で小平校に入寮し27歳までの11年間断続的ではあるがここで学び続けることになる。 1818 18年春、父の弟子、佐々木中沢を伴って、初めて郷里の仙台藩岩井群中里村駅教師、一族の大月平泉や仙台藩の藩校、陽賢堂を訪ねている。また、江戸から大月家を訪ねていた松崎孝道とここで初対面を果たした。22歳の頃、仙台藩校の陽賢堂に入る。ここで学徒を務める親族の、 大月平泉に抜擢され、指難役見習いとなった。しかしこの職は、普通三十から四十歳程度の学者がつく職であり、これを行き過ぎと見た父、玄卓の意見により、翌1823年、万家は、江戸の将兵校に戻った。ところが、翌1824年にはまた養賢堂へ、戻っている。また、この頃の学友に、安井側剣がいる。 このように、京里の東北には縁があったものの、未だ箱根山を越えたことがなかった番系は、1827年、27歳の頃、父の取り組む蘭学の修行を念頭に、関西、九州を経て、長崎への留学を決意した。この旅定が、彼の旅日記、最有記ほどにまとめられている。この旅定で番系は、多くの学者たちの教えを受けながら、長崎へと向かったが、 当時一回の書生であった番景が巧妙な学者たちと対面できたのには有名な蘭学者大月玄拓の息子であったという要因も無視できない。3月27日、京都での雷山陽との出会いは特筆に値する。ここで番景の漢文を見た山陽は番景に高羅有望なりとの評価を与え、主輩を共にすることとを望んだ。ここで雷山陽は完成間近の 日本外資の原稿をバンケイに見せた。しかし酔ったバンケイは、あろうことか大学者であるライの原稿に対して、批評を始めてしまい、ライの一括を食らってしまう。しかし、ライも、バンケイの批評を気にしていたのか、彼の指摘を受けて、日本外資構成を改定した。バンケイは後にこのことを、自分の方言も、暗に、山陽を助けたことになったと実戒している。また同日、 山陽の弟子であり、美の蘭学の祖と呼ばれる、エマ蘭祭の娘、エマ最高とも出会っている。最高に、聡明さと、入和さを感じた番系は、後に、彼女への思いを、監視、和最高女子身寄り三種に書き残しており、そこには彼女への母上が読み取れる。四月十日の宿にて、早日客で、父玄卓が病に倒れたとの知らせを受け、急遽、長崎遊学を中断し、 急ぎ江戸へ帰還した。玄卓はすでに3月30日に没していた。翌1828年7月、改めて蘭学修行のために、長崎遊学を実現させた。しかし、当時長崎は、シーボルト事件の影響で騒然としており、オランダ人との接触ができなかったため、結局蘭学修行はできずに翌年江戸に帰った。こうして、万景の蘭学修行は実現せず、 また、来三陽の三次を受けたこともあり、最終的に乱学ではなく、漢学を志すことになった。ただ、この長崎滞在中に、高島周藩と出会っていたことが、後に一つの転機となった。1832年、32歳の頃、万慶は学問修行が認められ、仙台藩の正式な藩士、江戸忠しとなり、兄、万里の庇護から離れ一家の主人となった。 12月に、妻、つを迎えたが、巨弱なため翌年没し,し、家庭生活はわずか半年に終わった。1835年、35歳で再婚し、吉をめとった。吉との間には三男四女の子宝に恵まれ、この中に、次男、ジョデニや三男、フミヒコがいる。高化年間に、天然痘が流行すると、このせいで、長男、純之助を亡くしてしまう。 天然痘の脅威に強い関心を抱いた番慶は、首都の研究で功のあった乱法医、伊藤玄木の助言に従い、子供たちに首都を試みた。これは、まだ迷信の強い江戸で悪評判を呼び、大月は、オランダ基地外で子供を殺すと非難を呼んだ。1841年、武蔵の徳丸が、原、現在の板橋区高島平で、 高島周藩の指導の元様式軍の訓練が行われた。砲撃演習も行われ、これを見学していた番系は、漢学を、本業、西洋法術を副業として、文武両党たらんと、西洋法術を学ぶ決意をする。1848年、周藩の門人、大塚道安から西洋法術の改伝を受け、1851年2月には、藩から、 西洋法術系五人を命じられた。11月には、佐久間昌山が西洋式化論法の試し撃ちを行ったが、番慶はこの手助けを行っている。1855年11月には、藩から西洋流法術指南取扱いを命じられ、12月に江川英流に入門している。また、この頃から番慶は、開国論を唱え、1849年には、 バクフローベマサ正ロへ、開国論、ケンセル美中、ケン近ン美中5編を添白した。彼の主張は、深度開国論であり、アヘン戦争以後、知識人の間では、イメージの悪かった、イギリス・アメリカではなく、古くから交流のあったロシアに接近しつつ、開国しようという考えである。そもそも、家柄により、幼い頃から、異国の文化に触れる環境で育ったため、 バンケイには西洋人をエビス的と捉える発想はなかったようである。しかし、当時の世論は圧倒的に上位論が優勢であり、バンケイの態度は多くの非難を浴びた。ペリーが来航した1853年には幕府が諸藩に大王の助言を求めたことに応じ、判明で黒船見学のため二度裏へ出張している。 その後に開国論をまとめた、ベイリー・ミキギ、メリ・ケンギ、ロシアギ、ロシアギ二つの外交憲白書を表した。歴史学者の加藤雄造によると、栗浜におけるペリーが持参した大統領国所持理の前日の7月13日付で、仙台藩士、大月平治、万慶が文科生として、受薬、林大学等、県の御内意に答えた報告があり、 その主な内容は、一黒船四隻の戦力は強大ですが、彼らに交戦の意図は全くありません。我が国には自国の戦いでありますが、彼らには補給船がありませんから、戦争にはならないでしょう。二トライの意図は、蒸気船用の石炭補給基地として一等を拝借することにあり、異国船滝木瀬町所について、伊豆下田や志州鳥羽の案があり、 下田の場合には、二良山大官の江川栄竜を投用すべきです。万里の波頭を越え、断固たる決意でトライしたからには、少しはお聞き届けの必要がありましょう。攻略、加藤雄造、幕末外交と開国講談社、2012年などであるという、1854年に、ペリーが浦賀に再来行すると判明を受けて、横浜の日米応接所に出向いた。 応接所警備を任されていた松代藩参謀長の佐久間昌山の助けもあり、仕事ははかどり、その過程で彼は漁船に乗って黒船に近づき、中国人通訳、ラシンに監視を送ったこともあった。この話を聞きつけた吉田松陰は、黒船に乗り込むための奇策を番刑に相談した問い、エピソードがある。後に松陰は、砲派単語への密航事件を咎められ、 投獄されている。1862年9月、番系は仙台への帰還を命じられている。これには、藩の情報通として、藩主に重宝されている番系を暗殺された、佐久間昭山の二の舞にはさせたくないという意図があった。翌10月、林学祭による幕府への推挙も辞退して、帰国の途についた。幕末の仙台藩においては、 東幕派の桜田良佐、遠藤文七郎、中島虎之助らと、砂漠派の忠基戸佐、坂英力、玉虫左左右、そして大月番系らとの激しい抗争が展開された。1863年、将軍、徳川家持が上落すると、仙台藩は、朝廷からの藩単独での上落令と、幕府からの将軍に随従する形での上落令との、 矛盾する二つの命を受けた。いずれを取るかで両派の間で、激しい論争が起きたが、藩主、伊達義国は、砂漠派の意見を受け入れて将軍に随反して、上落した。番系もこれに随行し、上位論が沸騰する京都において、捨て身の覚悟で国論を主張するつもりであった。しかし、彼の身の安全を、心配したただきとさの計らいにより、別名を受け待機することになる。 その後、藩校の養賢堂で、学党転役、副学党として、教鞭を取った。1865年10月、全学党、大月秀才の死を受け養賢堂の学党にも、就任し、その発言は、仙台藩の失勢に対しても、大きな影響力を持った。実際に、母親戦争期での東北地方における諸戦争を、主導した仙台藩の田だとさ、玉虫左太夫などは、 万慶の教え子にあたる。ところが、養剣道の改革案などが部下の反対に遭うなど、経流営はうまくいかず、神経衰弱に陥ってしまう。1866年には、病気を理由に学頭を辞して隠居するが、1867年2月に、藩主、伊達義国の学問相手近所閣に任せられ、再び出資する。3月には、臨学祭から、 再び幕府への推挙があったが、またも辞退している。1868年、賭場、伏見の戦いを機に、母親戦争が勃発すると、仙台藩には、藍津藩追悼の命が下った。仙台藩ではこれに対処するため、朝廷への憲白書が寄草され、番刑がこの装甲を書いた。すでに統制軍が出発していたため、憲白書は、時期を阻止として、 倒幕派の藩賛成、三好剣物の抑止に、あい、朝廷に届けられずに終わったが、これが、東京の中外新聞に掲載され、殺鳥を憤慨させた。旧地の中である山内陽道は、この憲白書を見ると万景が書いたものに違いないと断定し、これが、後の幽閉につながっている。うる月日、白石に、王藩の代表が集まり、 名役書、白石名役が審議されて、大売れ藩同盟が発足した。仙台藩が、大売れ藩同盟の名手になると、論客として、各藩の参謀と関わりを持った。星淳太郎率いる仙台藩の様式不評体に、学兵隊という名を与えたのも、番系である。なお、番系の影響を受けた星も以前は過激な上位論者で、開国論を唱える番系と、 ただきとさの暗殺を図ったところ、逆にその具を悟され、脱藩したという逸話がある。1868年9月、仙台藩は降伏し、戦争は敗北に終わった。万家は中里村の大月宗家で逮捕され、仙台へ護送され、翌1869年4月に監獄入りとなった。この間、一度の尋問も、罪状の申し渡しもなかった。 後に明らかとなる罪状は以下のようなものであった。戦後の仙台藩は新政府から勤労派と評価された、かつての倒幕派が中枢を占め、戦争を主導した砂漠派への報復的戦後処理が行われた。この戦後処理で、伊達家は存続が許されたものの、主戦派の指導者、忠基と佐、玉虫左太良、万家の教え子は残首家に処せられた。 仙台藩の戦後処理に当たった議事局議長桜田良佐は藩の学問主導をめぐり大月家と激しい敵対関係にあった。良佐の父、桜田金斎は大月平泉と妖剣堂の主導権をめぐり破れた人物で良佐はそのあだを番景に報ずることを公言していた。番景もまた残守刑者のリストに入っていたが巧妙な感学者でありさらに老体であることなどから 終身禁庫の刑となった。1870年元旦には病を理由に仮出獄を許されが、これは番刑を先制扱いしていた老の医師同室者、ごくりらとのたばかりごとであり、本人は至って健康、出獄当日には大酒を飲んだという。1871年4月24日には禁止も解かれ、晴れて白日のみとなった。なお、政府から、 初めての尋問があり、これに答弁書を出したのは4月29日のことで、入国から2年後のこの時になって、初めて自分の情を知った。5月には、東京に移住した。その後陸軍軍医官から出資を勧められたが、亡国の親難の面目あって朝半に着くべきとして、これを誇示した。戦後の番景は、江戸で静かに寄生を送った。以前より、 西洋文明への関心が高かった番系は、文明開化で様変わりする世相を興味深く、見守りつつ暮らした。酒に酔うと、それ見ろ、俺が上位論の火のような中で、開国せにゃならぬと言ってきた。その通りであろう。あの時、鎖国上位を唱えた者は、本当に世界の形成を知らぬ大うたわけだと述べることあったという。この頃は父。 玄卓への思いを募らせ、1873年には玄卓の行った新玄界オランダ正月を再び行ったり、1876年には玄卓没後50年期に際し、追炎会を行うなどしている。なお、この頃は中村正直や成島隆北との交友が目立つ。1878年6月13日午後4時頃、夜を去った。 去年78、父、玄卓、兄、バンギラーと同じく、高輪の東禅寺に葬られた。父、玄卓の代から存在した学者間のネットワークは、バンケイにとって人脈構築の大きな助けになったと言える。また、バンケイは、主業としても知られており、その人脈にはいわゆる、酒飲み友達も多かった。大月玄拓以後、大月家は、 優れた学者を何人も輩出し、西に、来氏あり、東に、大月市ありと称された。実際、仙台藩の学業は、妖剣道をはじめ大月家の人材が多くになっている。また、特に有名な大月玄卓、大月万系、大月文彦の三代は、大月三賢人と呼ばれた。玄卓のおじ、清喜びの家系が、一の関の大月宗家にあたり、さらにそこから、 仙台藩の職を歴任した大月平泉の仙台文家、玄太倉江戸に常駐した江戸文家に分かれた。ここでは、上記、生涯で触れなかった人物のみ取り上げる。家計の影響から、幼い頃より巧妙な人物と多く交わる機会が多く、エリート、やや揶揄した言い方すれば、お坊ちゃんとして育ったことから、性格は応用で、暗さはなかったという。 天下国家を語ることを好み、酒と書をこよなく愛した。英雄志向が強く、この時代では珍しく、ナポレオン・ボナパルトに注目していた一人でもある。万系自身も法術修行を行っており、法兵から皇帝にまで上り詰めたナポレオンに興味を持ったのであろう。上位論が圧倒的優勢を占めていた幕末期において、開国論を唱えていたことから、 解明的な思想の持ち主であったと言える。この開国論には、父、玄卓の乱学の影響をもあったことは確かであろうが、安倍正宏ら幕府中枢から得た角度の高い海外情報にも基づいていたのも事実である。彼の砂漠論も、単なる徳川家の延命策や尊王論とは一線を隠すものであった。息子の文彦によれば、その理想は天皇神聖ではなく、 将軍家を最小とする立憲君主制を想定していたようである。しかし、思想家、ブレーンとしては有能であった。反面、要剣道の運営に失敗するなど、実務家の能力には欠けていたようである。また、幕末の仙台藩においては、主戦論の理論的主導者であったため、岡六門など、その敗戦責任を厳しく問う声もあった。番系の影響を受け、 幕末の仙台藩執政を担当した田崎とさも、戦後、我は、従者のことを用いて謝りたりと、案に、番刑を批判している。美しい漢文の文章には、来三葉の賞賛を受けるなど、当時から定評があり、戦国大名の活躍を記した、金子師団は、旧正中学校の漢文の教科書としても、使われていた。1984年には、 一関市の青年会議所の手により、一関駅前に万系を含めた大月三賢人の共造が混流された。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。